ミス日本審査員の金子恵美氏が既婚男性との交際でグランプリを辞退したシーノカロリーナさんについてコメント。なぜ出場したのか理解に苦しむと述べ、山田邦子からの質問には、日本の美を大事にする観点から不倫はミス日本にそぐわない可能性があると回答しました。